はい、梅田です。時刻は4時44分、うん、ここ高野山龍神温泉スカイラインウルトラマラソン会場にやってきております。今日はですね、1時30分梅田発の、バスに乗りまして、ここに3時に着きました、はい、で3時半ぐらいから、家から持ってきたお弁当を食べて、今こうしてスタートラインに立っております。どうですか今日の抱負は。ちょっと足痛い。足痛い。なんかもうすでにやる気があんまり感じられないですね。大丈夫ですかね、はい、大丈夫ですかね。頑張ってここ帰ってきましょうね。はい、はい、じゃあ今日も一日頑張りましょう。はい、 T シャツは今度、あ、 T シャツは第1回です。頑張ります。それではただいまより和歌山トヨタプレゼンツ第2回高野山龍神温泉ウルトラマラソン2018の開会式を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。布団店であります。ウェーブスタートです。そしてチップが変わってます。こんなんです。両面テープでくっつけるしですね。ここは高野山大学です。はい、果たして明るいうちに帰ってこれるでしょうか。はい、行きましょう。第3ウェーブです。楽しんでいきます。頑張ってください。全部なったんですね、これ。なんか前より明るい気するよね。そうやな。30分遅くなったのかな、スタート。いや、一緒一緒。あ、やっぱりこれに。ああ、もうポカリか。はい。うん。豪華でした。サイダーありますね。前やっぱこれ折り返したよな。やっぱなんかちょっと変わってるよね。うん。湿度が高いです。いい髪色になりそうにないので良かったです。あれ、触れへんかっただけでも良かったな。うん、スタートの時にね、うん、制限時間は14時間になっております。はい、正確ですね。5キロ、うん、初めてですか、この大会。この大会は、はい、まあ、2回目ですもんね。あ、もう、あ、私、前で出ました。1回目出ました。あの、ギリギリ5分前で。あ、そうや。結構過酷ですね。そうね、うん。ちょっとコースが変わってるみたいです。あ、そうですか。はい、そんなんなかったですから。頑張ってください。ありがとうございます。また YouTube 見てください。YouTube です。はい。はい。
白昆布をいただきます。来ました、純次選手。リュンちゃん。おー、リュンちゃん。なんやもう先行ったらよかったのに。うん、このコースはですね、30キロぐらいまではごぼう抜かれするんですけど、決して引きずられないように、ごまさんタワーを折り返すまでに潰れます。ごまさんタワーを折り返してからがレースのつもりで走るでちょうどいい。うん、なるほど。はい、なんぼでも後で拾えるんで焦ってはいけません。もう10回くらい出てあるんですか。あのね、これほんまです。まあ見といてみてください。もう力の6割ぐらいで走るつもりで、はい、帰りのごまさん来るまでは抑えめに。第2回高野龍神ウルトラマラソンです。はい、はいはいはい、頑張ってくださいね。またゴールで、はい、また YouTube 上げときます。はい、距離は間もなく12キロ。ちょうどよく仮設トイレが2つ空いてたんで一緒に入りました。すっきりです。今日は結構声かけられるね。さっきもブログ読んでますって声かけてくれました。ああ、本当。高野龍神は第2回ということで資料が少ないので、YouTubeご覧になっていただいた方はいろいろ一緒してる人みたいですね。ちょっと第1回とコースが若干変わっているので、うん、どこまで参考になるのか分かりませんが、第1回涙の高野龍神。第2回も涙になるのでしょうか。はい、YouTube 上げてるんですけど、落ちても大丈夫ですか。大丈夫ですか。恥ずかしい。みんな、いやいやいや、走りを取っときますわ。本当本当。何の道らしいです。美味しい。なるほど。いただきます。塩昆布ですね。はい。うん、これオレンジチョコレートやって、何年変わってるね。オレンジチョコだしです。うん、美味しい。今の表情はこんな感じです。ちょっと笑顔が余裕出てきたでしょうか。勇者龍神1キロ君ですからね。こっちもお見せしましょう。恥ずかしい。勇者龍神1キロ君。これ自分で言うたんですよ。ゼッケン名前入れるけど何するって。龍者龍神。ありがとうございます。路面はですね、今だいたい間もなく14キロなんですが、人が少なくてとっても走りやすいですね。15キロ、正確、だいたい1時間36分。ちょっと飛ばしすぎかなって感じ。まあでも下りだけじゃないからね。7時6分です。お疲れ様です。お疲れ様です。ゆうちゃん、焼き餅があるよ。焼き餅がいる。焼き餅、いろいろ種類あるんで、めっちゃいろいろ種類あるんですよ。お弁当に持っていこう、これ。かしこまります。はい、全然さっきもらってた、これが美味しかった。はい、いってらっしゃい。豪華です。ザラメ付けカステラ。うん、もちもちめっちゃメーカーの種類ある。取りすぎやそれ。がめついな。今日のやつ焼きもち。ご覧いただいて3回ぐらい見て、はい、勉強してきました。はい、あ、飛ばして走った。ありがとうございます。なかなかきついですね。ごまさんとは理解するか。まだまだですな。そうですよ、それを温めて頑張りましょう。はい、おむろ、おむろ、きなこ。ちょっとこれ行ってないことの、行ってる店とは違うところのメーカーなんでちょっと楽しみですね。江戸を過ぎてから食べるのが味噌。しかし開けにくい。あ、開いた開いた。よし、行きます。うん、香ばしい。焼いてる風味が
うん、美味しい。そっか。今食いながら走ってなんだだけだ。いただきます。お疲れ様でーす。いただきます。はい、どうぞ。お疲れ様でーす。大事なんですよ。そうか。また食うとんのかそれ。また食べてんのか。うん、美味しいこれ。ちょっともったいないんですよね。もうちょっと少なめでも大丈夫、うん、調子いいやん、リュウちゃん、うん、いや、映像で休みたいから、さっき言って。あ、そうなんですか。まもなく20キロ、はい、ちょっと雨がぱらついてきましたね。時刻は7時40分です。2時間10分です、はい。ごまさんタワーまであと21キロもあるで、まだ。当たり前やん、そんな100キロ走る。あ、しんど。あ、これ上から見下ろせるとこやな。あ、そうやね。ほら、上走ってあるやん。いただきます。はい、頑張ってください。はい、お水です、どうぞ。はい、どうぞ持ってください。はい、どうぞ、どうぞ。はい、どうぞ、どうぞ。そう、どこ行ってもあの美味しいチョコレートがあります。うん、なんかいろいろ見どころがあるからいいね。大してないで。関門です。ちょっと補給先ないから補給し、はい、はい、補給していってください。お茶サイダーです。はい、いただきます。どうぞ。おにぎりもあったよ、これくず切り。うん、でも梅干し食べてスーパーマンぐらいの酸っぱさや。ええー、そうなん、うん、甘いんかと思ったけど、あの茶碗蒸しやと思ってプリンを食べた感じの印象だけど、これで食べ進めると美味しい。うん、うん、
30分です。スタートからちょうど3時間で到着しました。アジサイね、もうちょっと豪華な映像なんですよね。そうやったっけ。いただきます。谷口さんのチョコレートが美味しいんですよ、ね。こう、うん。めっちゃ天気になってきた。天気予報、嘘800。長崎のカステラ。そうね、これザラメついてすげー美味しかったよ。30キロ通過です。8時58分。これトマト風味の、いただきます。お茶どうぞ。きっとここで、はい、マイカーで来てくださったんですね。どうぞどうぞ。何がいいですか。お茶はい、これいただいていいですか。はい、コーラです。はい、これいただきます。はい、どうぞ。グダグダのスープでちょっとぼちゃぼちゃでごめんなさい。おいしい。さすがランナーの方でこのコーラ。コーラ、はい、はい、コーラめっちゃ冷えてる。はい、ください。あ、コーラ、はい、だそうですね。まだこれから多分いっぱい出てくるかもしれないですけど、はい、お願いします。いいですか。めっちゃ冷えてますね、これ。めっちゃ美味しい、コーラ。はい、どうぞ。よこせよ。コーラ、コーヒー、コーラください。コーラ、はーい、はい、ありがとう。OK、はい、どうぞ。何がいいですか。ごちそうさまでした。ありがとう。スープあるんですよ。リュウちゃん消えたかと思ったよ。よかった。粘っております。いつもとリュウジでも、もうそろそろ消えそうです。このペースがやばい。知らんうちに後ろから消えてしまいそうです。もう振り返らずに行きます、純吉選手。行って行ってな。あの収容バス一応見上げるわ。いや、できることなら感動のゴールを迎えたいものであります。最後までこのレポートうーうーと言いながら聞けるでしょうか。交互期待。チョコレート欲しい。あ、どうしようかな。はい、いただきます。純吉選手、坂道でも一回丸ことなく走ってます。すごいね。どんどん離されていきます。私はマイペースでいきます。5位。終わってみたら20分も差ついてたから、下りが速くなる秘訣は何ですかって聞いてもらいました。それが早いんで練習になりました。いいですか。ありがとうございます。おはようございます。どうぞ。オーケー、よろしく。そうです、そうです。用意どうしてる。テレビ、テレビやね。おうおうおう。人間国宝選ばれて、放送されて、何の、ウルトラマラソンを走るケーキ屋さんのところで。ケーキ屋さんなんですか。パティシエです。パティシエで、にアップされるから、YouTube で、はいはい、人間国宝で検索して。見ます、見ます、見ます。どこですか、お店。お店は京都の西京区。おー、雅。
あのテレビで大会でやはるんで、お店休みですってことで、私声かけられるかなと思ってます。本当でも普通の服で走る予定だったんけど、まどかさんがこんな仮装するプロフェッショナルやでみたいな話をして、まどかさんがこれでいかれるんちゃうのかなと思って、言われたらね、そんなズラも置いてかれへんわ。ちょっとズラは暑いからな、暑いからだって、この龍神で仮装してる人誰もおらんでる。顔見まねしといたけど、こんなに真剣かと思って。ここ結構ガチな雰囲気ですね。お店の名前は？お店はね、ニコールです。ニコール、ニコールさん。西京極でやってるらしいです。西京極です、はい。人間国宝です。皆さん行きましょう。はい。まもなく40キロですね。あ、ということはゴマさんターンまであと、あと 2.4 キロ。そうやね、3キロないね。頑張るぞ。はい。大根も歩いてへんやん。走ってばっかりやん。ここはそういう大会やで。わ、歩いとるなみんな。あーしろ。4時間56分に経過しております。はい、やりました、ゴマだ。往路ゴマ台に到着。はい。はい、トイレ行っとくわ。いい感じです。いい感じです。梅パワープラス、これもいただきましょう。あれさん食べますか。去年より量が少なくなって食べやすくなってます。去年めっちゃ多かったもんな。うん、山盛りでした。第1回の時な。これ素晴らしい、いい量です、はい、これならうどんもいけます。はい、うどん食べます。はい、10時37分、はい、休憩後再スタートです。はい、カレーとうどんとっても美味しかったですね。程よい量で良かったです。あのどなたかうどんの汁にご飯を入れてくださいというオーダーをしておりましたが、ちょっと羨ましかったですね。はい、あれ美味しそうでした。じゃあ残りこっからが勝負ですよ。ここ行って帰ってをどんだけうまくやれるかで最後は決まっています。はい、大丈夫ですか、リュウジさん。はい、リュウジさんの体調。うん、ちょっと仮病もここまでいくと数字がね、いるやな。長い仮病やだ、さっさと走れよ。頑張ろう、ゴーゴー。わー、すごい、トップです。すごい、2番、10時48分。もう20キロぐらい差があるってことか。あるし、もうぶっちぎりやね。見えません。前回この辺ですかね。どうします、行きます、やめときます。もうちょっと行ってきますっていう名言が出たのは。いやこのねコースはやっぱりアップダウンが多いからね、あの軽病を使ってない私でも若干右膝に痛みが出てる。軽病ってないんだよ、お前痛いんじゃん。長い軽病やで、もう満身創痍。3週間越しの軽病。いっててやで、ほんま。よう頑張ってるわ、ここまで。しんど。頑張ろう。はい。キュウリあるよ。キュウリ、キュウリ嬉しい。激しく動く。連続部、あ、すいません。
うん、50件のランナーが、うん、ぼちぼち来だしましたね。うん、ここしんどいよな、みんな辛そう。あ、ほんま、みかん、うん、取らなかったあることに気づかなかった。はい、どうぞ。はは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 見ても大変ですよ。でも大変ですよ、もうそうやっていじめですね。いじめ。あすごい。一回目は出はったん？あ、出ました。あ、はい、何時間やったんですか？やっと中でもう3分引っかかりました。あ、そうなんですか。はい、今日めっちゃいいペースじゃないですか。うん、そうなんですか、ね、めっちゃいいペースいいですか。若干詳しいと思ってます。おあのこれ登り返しの時がね、結構アップダウンがあるから。そうなんです。そうそう。使い方さんように。ここで僕使えますよね。ああ。ここ注意ですよ。そうです。入った。芸能人みたい。入った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 入った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 。ファイトー！ RS！ ファイトー！あの人ちゃうかな？そうかもしれん。ファイトー！ファイトー！ファイトー！ナイスー！ファイトー！ファイトー！ファイトー！ナイスー！ファイトー！セラピーです。ファイトー！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 ファイトファイト！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 ファイト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 
あ、しんど。第19番ステーション、11時29分です。すごいですね。まだ午前中だっていうのに、めっちゃ遊ばせてもらってますね、これ。たまらんわ、純吉のファイトゾーン。これはね、人にね、こう、元気をやり取りできるね、ここの一番いいゾーンやね。行くよ。行け。よし、こう。はい、11時36分、はい、6時間6分で、はい、50キロ半分、はいはい、やっと半分かファイト、はい、ありがとうございます、はいはい、茶がゆです、はい、お塩入れていただきます。私もお塩ください、はい、すいません、はい、ありがとうございます、はい、お塩どうでしょうか。優しい味ですね、うん、持っといたら、うん、こんな感じです。いい地点に向けて走ってます。雨が折り返し前の5、6キロ、5キロですね、はい、いかにうまく走り切るか、はい、ここからゴマダンちゃんまでをいかにあの使い果たさずに上手に走るかがポイントです。この折り返しです、はい、はい、ゴール、なんでゴールや。折り返しです。ごま団山まで14キロ、小屋山まで43キロ。はい、早く帰りましょう。早く帰ろう。走ろう。あんなしょうもない動画。感動の言葉が。感動した。ああ、いや、でもね、こんなとこで、もしここで歩けへんかったと思ったらね。そんな思ったら歩かれへんのですけどね、マシは痛いからね。まあでもほんまよくやりましたわ。あの後にね、去年村岡のユージャーの120キロってなった、はい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 、1分10秒前にこれして、あ、皆さん皆さん、あれでもブログ見て感動してます。あ、イエス、あ、自分が頑張りました。吐き気にやる、ああ、でも 歩いたり、はいはいはい、あー、前でしてできたら頑張ってください。はい。村川出はるんですか。うまいことです。はいはい。あ、じゃあよろしくお願いします。はい。あ、YouTube の人検討しております。ちょっと GoPro にハイが高かった。はい。いつもブログ見てますよ。ありがとうございます。頑張って。はい。よかった。ちょうど取っといて。45分。距離は60キロ。はい。公式の表示がまだやからちょっと60キロ手前でしょうね。ゴマさんターンまで戻ったらどうやら70キロぐらいのようなんで、はい、そこからは残すとかと30キロになりますね。うめえ、茶がゆ、あ、イエスイエス、茶がゆ美味しかった。いただきます。いただきます。お塩お願いします。はい、私も塩ください。はい、はい、ありがとうございます。ゴマ丹山への登りです。やっぱりここはしんどい。あと8キロぐらいかな。はあ、かなりしんどい。純吉選手頑張って走ってます。こういう時はこれ、ハニーアクション、これでゴマ丹山乗り越えましょう。はい、ほんま走ってんのこの人ぐらいやで、あんたぐらいで走ってんの。みんな歩いてんのに。すごいわ、はあ、ごまさんまでまだまだです。恋こそでの滝、ごまさんタワーを目指してます。純吉はなかなか
歩きません。どんどんと離れていきます。私の足はもう痛いのかどうか分からへんぐらいしんどいですわ。あまり痛いことはないような感じもするんですけど、とにかくしんどい。もう、なんとかついていって一緒にゴールしようと思いましたけど、ちょっとこれは無理ですね。のんびりいきます。14時23分、ごまさんの江戸到着です。この残り30キロはここからの勝負や。ここガッツリいくよ。ついてこいよ。無理無理無理くよ。持って行って。お疲れ様です。お疲れ様です。ね、お前さんにとりあえずはね、山ね、あとあと、ゆっくりと。バナナが出てきました、ようやく。やっとです。これまでは水、ここにはなかったかな。水と塩昆布。塩。それぐらいでした。お腹が空いて空いて、いやでもこの先もないのかな、ほんまに。お腹ポッと、頑張ります。30分、先ほど75キロ通過しました。残り25キロです。5万段のエイドで準決とありましたが、私はそこで着替えやら何やらしてたので、5分以上差を分けられました。一生懸命走ってますけど全然影も形も見えません。というかみんなランナーどこ行ったんやろね。ほとんどコース上走ってるランナーもいないです。やめたんですかね。あと25キロです。早く帰りたい。いただきます。どうぞ。すいません。はい、ごめんなさいね。スノードいただきます。もぎもちです。いただきます。はい、頑張ってください。どうも。まだいます。いや嬉しいな、エイドの2連発。何がいいでしょうか。コーラください。コーラどうぞ。これです。足りなかったら入れてくださいね。これ持っていいですか。おにぎり、はい、まだありますんで。おにぎりいいですか、いただいて。どうぞどうぞ。はい、嬉しい。おにぎり。飲み物いかがですか。お茶、コーラを。コーラ、はい、はい、コーラ。ありがとうございます。お茶、コーラ。一番右はコーヒーです。コーヒー、コーヒー。コーラ、どうぞ。すいません。はい、どうぞどうぞ。YouTube にあげますよ。はい、YouTube にあげますから。素敵な江戸のお姉さんたちでした。お米があんのがもうベストです。ありがとうございます。お疲れ様です。ちょっと一気に食べ過ぎたんで満腹で走れなくなりました。ないか。純吉はもう遠くに行ってるんで、もう追いかけるのやめる。マイペースで頑張ります。で、私の足はどうなったんですかね。痛かったはずなんですけど、いや今でも痛いんですけどね。なんか走れる。毛病ちゃいますよ。痛い。あちこち痛い。痛すぎてもう、どこがほんまに痛かった、ほんまって、もうどこが、元から痛かったか分からへんようになってるような気もするけど、なんか楽に走れてるような気もします。決して毛病ではありません。準決は全然見当たりません。マイペースで頑張ります。とにかく早く終わりたいです。以上。時刻は16時33分、85キロ地点通過しました。あと15キロ。やった、あとちょっとっていう感じかな。しかししんどいわこのコース。残念ながらちょっとエイドにおにぎりを置いてくれてる数が少なくて、ご飯がやっぱりちょっと食べたくなりますね。施設エイドで、一箇所おにぎりを出してくれてたんで、それがすごい助かりました。大体は塩昆布、水。これどんだけも食べたか、もう塩昆布いらんでっていう感じ。まあちょっと頑張ります。13キロか4キロぐらい残りの地点です。
去年と違う点、まだちょっと明るい、そして人がちょっといる、嬉しい、しんど17、15分、よし30分前、結構きついな。お疲れです。お疲れです。いえいえ、もう早終わりたいです。もうしんどい。村岡の勇者。でもあれですよ、1分10秒前。私、最下位でしたから。いえいえ。何ですか、それ。ヨーグリーナです。いただきます。はい、うん。スパイシー、オレンジもバナナもありますよ。オレンジいただきます。しっかり食べていってください。まだ遠いからね。ルンルンランラン。いえ、決してやらこちの中ではないです。ちょっとやけくそ気味です。かなりしんどい。あとでも10キロ切りました。やっとこの苦しみから逃れられる。もう連続の大会しんどすぎる。あ、やってこれ。うん、しんどいわ。マジだ。お前、6時3分、ラスト2キロ。よし。6時12分、ラスト1キロです。最後の最後の登りやったね。ここからは下りやけど、みんな文句ブーブーでした。はい、はい、あいてて、何時間やった。早いな。ああ、しんど。あれ、往復の長い距離を走り切ろうというところ、顔を上げて最後は笑顔を見せた。着替えてるから分からんかったやんか。おめでとうございます。どうでしたか監督。分かりません。待ってました。もうな、ちょっとな、実力が違いすぎるな。12時間半ギリギリ切れた。おめでとうございます。もうめっちゃ後ろ振り返ってな、まだかまだか戻ったんやけどな。私もね、なんとね、終わってみたら女子8位やった。すごいな。もう 5人ぐらい頑張ったわ。よう頑張ったね。ちょっと私にもインタビューして。なかなか第2回本当にしんどかったです。もうなんせ連れのゆうちゃんがなかなか来ないもんですから、もう何遍も振り返ってもう楽にして歩いて待って一緒にゴールしようかなという気もありましたが、今日というコンディションで全力を出し切ってゴールすべきだと思ってもぶっ飛ばして頑張りました。結果なんとか、モチベーション的に前回の11時間40何分を切ることができず、でも今日の中でベストで12時間半を切ることができました。
なんと女子8位。はい、諦めずに頑張ってよかったなと思いました。いや、今日という日はかけがえのない一日になりました。とっても本当にしんどくって、もう頭の中に言い訳ばっかり、こうこれもうリュウちゃんを待つふりして、もうちょっとね、手を緩めてもいいんちゃうかとか、いろんなことが頭をもたげましたけども、やっぱり今日出せる力のすべてを出し終わるのがこの大会に対する礼儀だと思って頑張りました。いろいろね、笑顔と笑顔で、やり取りしていただいた方、本当元気もらいました。本当ありがとうございました。また次回元気にお会いしましょう。はい、待ってね。出雲さん、お出雲さん、本来やればスタート地にも立つのは無理やった足なんですが誰が決めたんや。DNS はないので、おう、まあ、行こうと満身勝利の中で、なんと13時間何本、12時間48分。おお、だ、まあまあ健闘やね。これまた第1回に続き涙の作品が出ます。おー、ちょっと雨が強くなってきたね。続々ゴールしてあります。まああれやね、無事ゴールできて何よりやったね。ちょっとなんと日の高いうちに帰れそうです。あ、駅までね。あー、ほんとほんと、待った、イエーイ。あ、ねえ、ぜひぜひぜひ、まだ、あ、気をつけて、さよなら。 YouTube 見ていただいている方です。それでは、すごいな。